岡山県瀬戸内市の太陽光発電施設の建設地にトラックで現れたのは2人組の男クレーンを巧みに操り手際よく盗んでいるのは現在価格が高騰しているアルミ資材でした犯行時間は約50分積んだアルミ資材を隠すようにシートで覆いすっかり暗くなった現場から走り去っていきました第1発見者の従業員は もう言葉にならないですね。大変、用意周到で、19日の昼過ぎにカメラを設置して、翌日、建設地に行って、その夕方に来ているというのは、全く想定しませんでした。と話します。この建設地から、アルミ資材が盗まれたのは2度目で、前回、被害を受けた後、警察に相談し、防犯カメラを設置しました。まさに、その日に、 再び盗ままれてしまったのです被害を受けた会社によりますと2度の窃盗による被害額は約270万円で警察に被害届を提出しています岡山県瀬戸内市の太陽光発電施設の建設地にトラックで現れたのは2人組の男クレーンを巧みに操り 手際よく盗んでいるのは、現在価格が高騰しているアルミ資材でした。犯行時間はおよそ50分。積んだアルミ資材を隠すようにシートで覆い、すっかり暗くなった現場から走り去っていきました。もう言葉にはならないですね。大変用意周到で、19日の えー、昼過ぎぐらいにあのカメラを設置して翌日行きましてその夕方に来ているなんていうことはもう全く想定しませんでしたこの建設地からアルミ資材が盗まれたのは2度目で前回被害を受けた後警察に相談し防犯カメラを設置しましたまさにその日に再び盗まれてしまったのです被害を受けた会社によると

大きな中型ユニック付きクレーン車と人物が映っているのならそれこそ自動車ナンバー自動読み取り装置で操作ができます1万や2万の被害じゃないんです業者もカメラの設置フェンスも設けてやっていますしかも最初の窃盗による被害は4月の話でしょう工期が遅れ発電も遅れて バイデンの保証を求められることもあります被害額は270万円ですみませんよ